Gymnasium, we are presenting the game of the 10th Kita Kyushu Champions Cup International Wheelwear Basketball Tournament. Now the final game between Japan and Turkey, the third period begins. So far, Turkey scored 32 points. Japan also scored 32 points.さあ北九州市立総合体育館よりお送りしています第10回北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会決勝戦トルコガラタサライ対日本宮城マックスの一戦前半を終えて32対32同点になっています。解説は引き続き北九州足立クラブヘッドコーチ元日本代表男子車椅子バスケットボール選手でいらっしゃいます本山誠さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして英語アナウンスは池本智子さん、ポイントファウルのアナウンスは北村あさみさん、そして山内哲也さんにお願いしています。さあ前半を終えてなんと32対32同点という展開、はい、面白いゲームになりましたね。そうですね、はい、強いトルコのチームに一歩も今引けを取ってないですよ ね、はい、そうですね。むしろでも日本の方が押してるような感じですよね。そうですね、はい、はい、日本宮城マックス岩佐コーチのまさに勝負をかけるということはそのまま現れた、そうですね、はい、試合展開になっています。はい、さあ第3ピリオド後半が始まりました。さあ日本はどのような展開に持っていくか、増渕そして中澤から藤本に渡ったシュートを打ってきた、これはリングに当たってリバウンドはトルコ。さあトルコの逆襲、おそらくこのままで終わらない。シュートグンドクドゥ決まりました。ギュルブラク、ギュルブラクのシュートが決まって、トルコチーム5番ギュルブラク選手2点シュートが決まり、まずは後半先にポイントを上げたのはトルコ。ターキーナンバーファイブスコアで2ポイント34対32になっています。さあ前半で見せたいい流れ、日本そのまま続けることができるか。さあ藤本から中澤、そして戻します、増渕、シュートは外れた、そしてホイッスル、日本の選手のファールですね。はい、まあ、当然トルコの方も前半の日本の動きを見てハーフタイムいろいろ指示を出しているでしょうからね。はい、おそらくですねミドルシュートから今度インサイドシュートに変わってくるんではないかなと思いますね。はい、さあ日本もそのあたりをどう読んでくるのか、中に入ってきたシュート、これは外れました。ホイッスル、トルコチームのスローインです。ちょっと狭いところにパス出しましたね。はい、はい、トルコ対日本の決勝戦、現在後半第3ピリオドが行われています。1ピリオド10分で第4ピリオドまで行われます。さあシュート、これはこぼれた、しかしリバウンドトルコが取ります。メフィからギュルブラク、中井のグンドグドゥ、さあフィリプスキーが持って遠目から打ってきた、スリー、はい、日本のディフェンスがいいので、はい、もうたまらず外からシュート打ちましたけど、やっぱり今ダメですね、当たりませんね、はい、まだ日本ディフェンスいい形で効いてますね。はい、さあしかしここは藤本のシュートは外れます。ロングパス通った、ゆうゆうと走り込んでシュート決めた、ギュルブラク、トルコチーム5番ギュルブラク選手、これで36対32、4ポイント差。タキーナンバー5、速攻許すのダメですね、日本は。はい、そうですね、はい、さあここはポイント1つ決めたい日本。藤本からシュート、これはこぼれた、そしてトルコのボールになろうというところを東海林が弾き出しました。トルコボールでスローイン。さあここはしっかり守りたい、点差はまだ4点。
日本マークについている中しっかり守っています。さあどうする、外から打つのかメフィー、ギュルブラクリバウンド日本が取った。さあドリブルで上がる増渕、東海林からパス交換、あっとこれは繋がらない。今のはもったいない、失礼しましたよ日本が。さあしかし日本取った、はい、さあ振り戻ってきた、これはホイッスル。トルコチーム7番メフィー選手3回目のファウルです。さあここはトルコのファウル、ラッキーですね、はい、難しいシュートだったんですけどね、はい、トルコの選手やっぱりちょっとあのナーバスになってますね、はい、ファウルを誘いました。フリースロー藤本決まりました。1本さあもう1本決めれば2点差、決まりました。綺麗に決めてきた、これで2点差、36対34。のフリースローが2本とも決まり、現在12得点目です。さあここの守りはしっかりした日本、外メフィー、ここは豊島がついている。さあ中に入ろうというところ、日本しっかり守っています。シュートクロック残り4秒、さあ打ってきた、決まりました。これは10番アルのシュート、トルコチーム10番アル選手、これが決まって38対34、再び4点差、待機ナンバー10スコア。さあしかしここは日本攻撃大事にしたい、藤井から藤本打った、決まりました。日本チーム5番藤本選手の2点シュートが決まり、現在14得点目です。さあ再び2点差、トルコはメフィーからギュルブラク、さあ中しっかり守っています、打ってきた、ここは日本取って藤本、そして豊島、おっとここはボールを奪いに来たトルコ、ヘルドボール。ここはトルコボールに変わります。トルコのスローイン、第3ピリオド残り5分45秒サメフィンがスルスルと中に入ってきた、ホイッスル。日本チーム14番コウゴ選手1回目のファウルです。ジャパンナンバー14でファーストファウル、決められて、割られてます。そうですね、日本この時間で14番コウゴが入っています。さあ日本リバウンド、藤本から藤井、中澤、右の藤本、さあ狙った、決まりました、ミドル、藤本のミドル決まって、これで同点、38対38。藤本選手の2点シュートが決まり、現在16得点、第3ピリオド残り5分、ジャパンナンバー5スコアで2ポイント。さあこのシュート決まらず、リバウンド日本、さあここホイッスルが鳴っています。オフェンスチャージングですね、はい、トルコボールになりました、ね、日本チーム4番豊島選手1回目のファウルです。ジャパンナンバー4リーダーファーストファウル。さあトルコのオフェンス、メフィーがゆっくり上がろうというところ、それを豊島は抑えに行く、シュートこれは入りました。ギュルブラクのシュートが決まって、これで再びトルコが2点シュートが決まり、2点リードしました、40対38。タイキーナンバー5スコアで2ポイント。さあ豊島がボールを持っている日本、ここでまたホイッスル、
さあここのファウルはどちらでしょう。トルコのファウルですね。トルコチーム6番ルシンスキー選手2回目のファウルです。タイキーナンバー6リーダーセカンドファウル。日本のスローイン、豊島から藤本、一旦また豊島に左に流れた。そしてここは中澤、さあ藤本に。トルコも非常にディフェンス、さあこれはホイッスルが鳴りました。ブザーも鳴っていますが、オフェンスのファウルですね、はい、日本のファウルです。日本チーム14番コウゴ選手2回目のファウルです。日本のファウルでトルコボール。さあまだ2点差です。第3ピリオド残り4分、メフィが右サイドに流れて逆サイドをルジンスキーに振った。そしてギュルブラク決まりました。これで42点目、4点差がつきました。シュートが決まり現在10得点目です。さあここはこれ以上離されたくない日本、ね、大事に攻めてほしいですね、はい、ボールを持つのは14番コウゴ、そして藤井から中澤打った、決まりました。日本チーム10番中澤選手の2点シュートが決まり現在8得点目です。トルコチーム、10番ある選手2回目のファウルです。待機ナンバー10リーダーセカンドファウル。なるほど、カウントはされました。シュートは決まったんですけれども、はい、その後の中澤選手のファウルがあった、はい、ということですね、はい、はい、ということでトルコのスローインで試合がリスタートです。さあ第3ピリオド残り3分半、さあここは抑えきれるか日本。リングに当たってリバウンドは日本ですがホイッスルが鳴っています。トルコチーム10番ある選手3回目のファウルです。タキナンバー10トルコのファウルで日本のスローイン、現在点差は2点差、42対40。さあ日本は佐藤と増渕が再びコートに戻りました。さあこれ選手がトルコの選手アピールしていますが、あの大きい方の車輪がですね、はい、浮いてしまうとですね、あのバイオレーションかテクニカルファウルなんですよ、はい、で今あのボールを持ったまま、大きい車輪が浮きましたので、はい、バイオレーションで、日本のボールになります。はい、車椅子バスケットという方はそのあたりがルールが通常のバスケットと違うところがありますが、はい、さあここはトルコのオフェンス、さあ一本ディフェンスしっかりしたい、中を固めています。さあトルコはドイツメフィからギュルブラク、シュート打ってきた、決めましたギュルブラク。これで44点目、トルコ44対40、2点シュートが決まり残り時間2分40秒になろうというところ。さあ日本ここは1本決めたい、パスはルジンスキーがカット。トルコの選手も集中してきますね、はい、そうですね、はい、後半に入って立て直してきましたトルコ。さあホイッスル、ここはトルコボールでリスタートということになります。はい、9番の選手はですね、はい、先ほどと同じように、はい、大きいタイヤが浮いたということで、はい、はい、ファールを取られました。はい、日本チーム大きいタイヤが浮いたままですね、プレーをすると1回目のファウルになるんですね。なるほど、ジャパンナンバーナインリーダーファーストファウル。車椅子バスケットボールならではのルールということになりますが、いやしかし先ほどからもご覧になっている方もガツンガツンという激しい音が、はい、おそらく聞こえていると思います。そうですね、実際に見てもらったらですね、もっと激しい音が聞こえますので。そうなんですよね、はい、面白いですよ。はい、この迫力をぜひ皆さんにも感じていただきたいと思います。決まりました、
ユルブラクのシュートが決まりました。3点シュートが決まり、現在3ポイント決まって、これでトルコ47点目。おっとトルコは囲んでボールを取りに行ったが、日本パス回す、中澤シュート外れましたがホイッスル、はい、ファウルもらいました。はい、トルコチーム6番ブシンスキー選手の3回目のファウルです。さあトルコのファウルで日本にフリースロー。さあここは7点差になっていますが、点差縮めたいところです。はい、フリースロー大事です。打つのは中澤、決めました、綺麗に決めた。はい、集中してます。はい、いいところ決めてきました中澤。さあ2本目はどうか。ここも決まりました。日本チーム10番中澤選手のフリースローが2本とも決まり、こういったプレー流れを作っていきますよね。そうですね、あの集中してるところですね。はい、はい、さあ第3ピリオド残り2本を切っています。ギュルブラクのシュート、これは外れた。しかしリバウンドトルコ、ボールがこぼれているが、はい、さあメフィーがナンバープレーのシーンですね、はい、ルージンスキーからもう一度メフィー、ホイッスル、ここはトルコのファールがあったようですね。あのバイオレーションですね、はい、あのですね、コートの外にですね、はい、あの故意に外に出ていくと、はい、バイオレーションまたはあの2回目からテクニカルファールに取られます、はい、これも車椅子ならではのルールなんです、なるほど、はい、わざと出てはいけないということですね。そうですね、はい、さあトルコのオフェンス、ここは守りたい、激しい当たり、ホイッスルが鳴った、はい、ここは中澤がファウルを取られてしまいましたね。いやトルコの選手ですね、はい、ファウルを誘ったプレーでしたね。なるほど、はい、トルコの選手うまかったですね、今ファウルをもらいに行ったプレーでした、はい、この辺りさすが世界トップクラスのプレイヤーが集まっています。トルコガラダサライ、フリースロートルコ、打つのはメフィー、しかし1本目は外れました、はい、さあ2本目はどうか。これも外れた、はい、リバウンド日本取りました。現在点差5点、第3ピリオド残り間もなく1分。さあここは1本取りに行きたい、藤井が上がる、ダブルチーム、藤本遠目からこれはし、リバウンドはトルコ、さこ激しくディフェンスに行きます。日本チーム8番佐藤選手1回目のファウルです。さあチームファウル5回を超えました。ここでトルコがフリースロー、ここも外れています。いや先ほどからフリースロー集中を変えているような感じのメフィー、ね、はい、味方が鼓舞してますね、はい、集中しろっていう風に言ってますね、今気合を入れています。点差5点、ここも外れた、しかしリバウンド決めてきたトルコ。トルコチーム5番ギルブラク選手49対42、さあ第3ピリオド残り40秒、7点差、前からプレッシャーにかかるトルコ、中澤から増渕、これ外れたが藤本、もう一回リバウンドを取る、シュート、トルコチーム10番アル選手4回目のファウルです。
ファウルがありました。さあここで日本フリースロー、ここは大事なフリースローになりますね。はい、決めました。エース藤本、まず1本目、これで6点差。日本の選手集中しますよ。はい、もう1本決まりました。綺麗なシュート、フリースロー。5番藤本選手の藤本決めて、これで49対45、5点差。現在18得点目です。残り20秒ジャパンナンバー5スコアで9ポイント。第3ピリオド残り時間がほとんどありません、はい、さあ時間ギリギリまでですね打たないと思うんですけどね、はい、シュート記録残り6秒、はい、5秒外に振っていく、ギュルバーク、これは外れてブザー、はい、日本ボールです。はい、さあ残り6秒弱でもうワンプレー、藤本前にパスを送る、中澤へのパスはこぼれて試合が止まります。第3ピリオド、もう時間がありません。さあロングパス、これは中澤を抑えて第3ピリオドが終わりました。トルコ対日本の決勝戦、49対44、5点差、トルコがリードしています。 We are presenting the game of 10th 北九州 Champions Cup, the International Wheelchair Basketball Tournament. Final game, the third period ends. Turkey leads Japan by 49-44. Turkey put Japan narrowly 5 points ahead.北九州市立総合体育館から第10回北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会の模様をお送りしています。現在行われているのは決勝戦、トルコ対日本の試合、これから第4ピリオドに入ろうというところで49対44、トルコが5点のリードという展開になっています。 Here, 北九州市立ジェネラルジムナジウム、 We are presenting the game of the 10th 北九州チャンピオンズカップInternational Wheelchair Basketball Tournament. Now the final game between Turkey and Japan. The final period begins. Turkey leads Japan by 49-44. Put Japan narrowly 5 points ahead. さあ最終第4ピリオドに入ります。現在点差はわずか5点、トルコが5点のリード。トルコが勝てばこの北九州チャンピオンズカップ4回目の優勝、そして日本が勝てばクラブチームとしては初めての優勝ということになります。豊島がシュートを打っていきましたがこれ外れました。いやまだ点差わずか5点、日本頑張ってほしいですね。そうですね、もう本当にまだわからない展開。